グランツーリスモ7に追加されるかもしれないコースっていうのをね、心当たりがあるって言います。コースも待ちきれないんですよねだからコースというかレイアウトですね、今回ここスケインですね、ルマン24時間レーシングサーキットです、うん、ここね、ブガッティサーキットっていうのがあるらしいんです、うん、あとボトモードで見ましょう、はい、ここにつながるっぽかったです。もうね、道が、うん、何個かちょこっと作ってあるんですよね。そうそう、だから追加されるとしたら簡単かもしれない可能性あります、うん、コースはね、やっぱ背景としてちょっとは作ると思うんですよ。リプレイで引きで見た時にね、映ってないとリプレイの自由度が下がるでしょ。あ、これです。これはね、もうがっつり連結しそうでしょ、うん、こっから入ってかな、うん、入ってあっちに試験員のところに帰ってくるのがブガッティサーキットっていうらしいです、うん、だからね、いいよね。ブガッティベイロンって速い車有名です、うん、この辺にあります。上の方、上ですね。というか、もう北かな、わかんないけど、北西の一部みたいな感じです、ね、それだけここ広いんです。スケイン確認してたらこの右でございますこれなんです。これあー、なんかもうこれ縁石があってね、もう、うん、あれですね、この辺はもうコースですね。コースって感じします、ね、これがコース。他にもいろいろあった、道がいっぱいあるんですけど、これはこれがルマン24時間レースコース、サルトサーキットのピット。あ、これはおそらくコース、ブガッティサーキットの最後の方、うん、ブガッティサーキットのピットもありますね。あ、この辺がブガッティサーキットのピット、うん、ピットですね。絶対ピットのつながる。ほんで迷子になりそうよく作ってますね。だね、うん、なくはなさそう。この辺の書き込みがもうちょっとあるといい感じです、ね、うん、そのまま出てきてもちょっとあれなんだ、ゲームっぽいなと違和感を覚えそうではあります。こういう感じになってるみたいです。これこれ、うん、いいね、つながりそうだよね。だろう、うん、だろうっていうか、もうブガッティサーキットっていうやつがもうあるんですって。ちゃんと作ってあるんですよね、こう使ってないところもね、うん、もう結構な面積が作ってあるんで、ね、この中の方まで作ってるってすごいよ ね。この辺はね、リプレイになってもなかなか見えないんですよ、うん、もうこの辺からね、すごいよね。ここまで木生やしてるんなら、ね、ぜひともブガッティサーキットも収録してほしいもん、ね、うん、ああ、こんな感じのすごい、ね、結構曲がりくねってますよ、うん、いい。こっちもサーキットで合ってんのかね、この辺とかね、うん、っていう感じです。モンツァのジュニアコースなんていうのもあるみたいですね。これですよね、この辺じゃないですか。またリプレイで見てみましょう。ほら、うん、それらしいフェンスがね、うん、ある。この辺に道が空いてるっぽい。これもっとズームできますね、コース。コースもうこれだけです。あ、これが最大。この、うん、なんでしょうね、南端というかあの辺ですね、はい。ここがどこかっていうと、あれです。これ試験員で合ってますけど、このハイスピードなのかどうなのかと、モンツァのトンネル抜けてですね、はいはい、あ、ここです。これがありまして、これが多分交通図を確認するにこれですね。これか、こっちですね。これこれ、こっち、あー、うわ、あ、なんかありそうです ね。道が続いてましたよ。これがモンツァジュニアコース。グランツーリスモ6からモンザーあったはずですけど、ジュニアコースというのは追加されたことはないですね、うん、これかもしれない。これじゃないな、この辺じゃない。あ、それだよ、あれだ、うん、もう完全に普通にドライブしてます。楽しいね楽しいですね。これですよね、これだ。すごい角度で右折しますね。これが目印でしょうね、うん、コントロールセンターかなんか。あ、わー、ワープさせるんですよ。さっきのはね、この信号の先に見えたらあれですね。これはピット出口。ピット出て、こう、なんだろうね、ラインとか書いてないんですね、白線とか、うん、これでしょうね。これか、横道がね、この最終コーナー付近にあるぞと思ってね、あれだけ、あ、覚えてたんですけど、おー、この辺か、こんなところにもあったんです ね。これ、今日初めて知った。これっぽい、またワープした、うん、またアップした。これ写真で見てみましょう。この辺です。この辺が試験員ですね。
たらね、これは完全にそれっぽかったですよ。ぽいですね。ああ、景色こんな感じ。いいね。どんぐらい作り込まれてる？結構狭い。なんか舗装されてない。舗装されてないというか、ね、こんなとこ、すごい狭い。これコースか？白線ないじゃん。ねえ、まだ、あんま作る気ない感じかな？なのかね。実際、こんな感じかどうかちょっとよくわかんないですが、実際はもうちょっとね、使われてる感じかもしれませんね。うん。ジュニアコース。工事中。グランツーリスモ7の中では。あっちは？これもなんか、なかなかありますけどね。流れ的にね、コース図見たら、これなんか切れてますね、道が。ですね。だから、やっぱこれでしょうね。へ、うん、これがジュニアコースの合流地点です。うん。ぽい。うん、ぽいね。ここが、広がる。この辺の作りに何も違和感はないので、こういうもんなんでしょうね。へえ、かなり狭いですね。長らく使われてないっぽいですね、どうやら。実際はどうなのかは知りませんけど。うん。実際のところ、この辺の景観はこんな感じなんじゃないかと思うんですよ。違和感がないんで。うん、だとしたら、なんかずっとほっとかれてるっぽいです。だからこの辺にも白線引いて、ありそうなもんでしょ。うん。白線引いてないよね。うん。これこれ。フォンターナ・グルッポ。グルッポ、グルッポさん。白線引いてないや。だから、道幅もちょっと細くなって。ね、これはこれで接線ができて面白そうなんですけどね。うん、追加されたらいいな。つながりそうです。フェンスの方に。方向的にもあっち向いてますからね。どうだいこのフェンスの先には行けない。フェンスの先に行けないね。うん、結構続いてるな。だね。フェンスにへばりついて。観察してる。っていうのがあるっぽいです。面白いですね。ここ目印ね。うん、これこれ、うん。ここで右折です。今度は鈴鹿西コース。これはね、昔グランツーリスモにあったと思います、うん、まずね、ここだよな。ああ、その辺にあるんだ。これは、これが東海ね。これがタイダイアップ。東と西のあれは違うみたいです。あ、入り口だ。近いところになんかもう一個あるのか、入り口が。これだ。あれか、うん、これと、どこがつながるかって感じ。ねえ。結構狭そうなとこだったと、うん、結構なストレート。なんだっけ、昔あったんですけどね、レイアウト、うん、グランツーリスモ4でしょ、うん、もう忘れてるんです、うん、これは違いますね。こんなところを通った覚えがない。あれっぽいですね、うん、赤とか緑の置いてあったのね、うん、結局これでしょうね。なんか、うん、これだ、これ、やっぱこれか、うん、あーこれだわ、これだね、うん、東コースがつながるのはもっとピット寄りでした、うん、そういや、うん、東コースがつながるのはね、だから、あー近いけどよく考えたら全然違うわ。これ東コースがつながるのはね、これです、これ。あんだけ通ったのもう忘れる。あー、わかんなくなるね。ここから始まってね、初っ端からよくやってたな。つまり、こっち側も使わない。この辺にでももう壁がやってあるんですよね。うん、このレイアウトになるときは、うん。ここ行きまして、むしろさっき言った観覧車の向こうに出てくるんですか？階段があって街灯が立ってる向こうの方。うん、この辺はカットだと思いますね。西コースをおさらいしてみましょう。多分ね、ここから入り、ピットはどこ使うか分かんなくなりましたが、これが、これっぽい。ここだ、ここだ。ね、ここにつながって、こうですね。西だから。これを行くんでした。で、ピットはもしかしたら、これがスプーンですから、この辺になんかそれらしいのがあったような気がしますね。うん、これが東。
これが東コース。はい。始まりですね。この辺ですね。うん、あ、本当だ。最後の試験員です、これは。よく見たら。だから、さっき、ボトモード開いてたのは、こう向いてたんです。あ、こうです。試験員を早めに曲がって、こう抜けていくコースがあるわけですね。うん、あはは。が、昔私はグランツーリスモ4でやってるはずなんですが、うん、めちゃくちゃ忘れてます。わからんよね。ね、うん、思い出の車。昔からあるロードスターです。と共にお届けしてきました。ロードアトランタ。アトランタです、これは。うん、アトランタはね、多分分かりやすかった。ここがアトランタの分かる人には分かる祈りポイントです。試験員って言いますっけ、これもね。祈りポイントを超えて、オカエリア呼んでますね。結構アップダウンがあるんです。を下って、次の祈りポイントと呼んでます。これは試験員とは言わないから、祈りポイントです。お、こっちに。うん、祈りポイントをこっちに行く道が、現にだいぶあります。これはもう、分かりやすくあります。これがね、バックストレートみたいなのにつながるっていうんです。これもありそうなんです。ロードアトランタサウスなんてのができそうです、これ。あー、うん、まあ、あるかもしれない。ピットはどこ使うかわかんないっていうか、ピットが必ずしもレース場というか、レースイベントで使わなきゃいけないってこともないでしょうから、短いレースなんかをやるときにはサウスいいかもしれませんね。ピットがないレイアウトってあるんですか？ダートにはたびたびあるんじゃなかったっけ？あれ意外とねえよ。ないか。ピット。なさそうですね。ピットコース上にはね、ついてるもんかもしれない。これでしたね。これでしょ、たぶん。向き的にこう合流するんですね。これじゃない。これ？いや、向き的にこれこれ。こっちか。やっぱこれだわ。結構狭いんですね。うん、向き的にね、ここで、こう、バックしてるのはね、向き的に、ほら、こう繋がるわけです。コース図がちっちゃいですけど。ああ、そっかそっか。こっち向く感じですね。で、フォートモードで見たら、もうちょっとわかりやすいと思います。うん、行ってみましょう。はい、丘の方、これは分かりやすかった。丘の方に来て、そうそう、太い道があるから。丘を抜けるぞというところで、右折ですね。このように横切って、こう、こうですね。ね、こう行くんです。で、ピットの人いるね。いるね、あっこね、うん。これがなかなか、こっちのバックストレートを高速で走ってると、なかなか見逃しやすいんですけど、これ、あっちにつながります。これかなと思って引き返したんですけど、こんなに狭いっけと思って、これじゃねえんじゃないかと思ったんですが、これでした。壁を取っ払ったら意外と広くなるからね、白い壁。そうだよね。こっちですか。こっちね。これこれ。うん、道幅広いですけど。あ、やっぱ、あっちが丘エリアの特徴的な、つながりますね。青黄色の縁石ですね。こういうことになったら、ミシュランロードウェイアトランタショートコースというのがね、あるみたいです。こうなるみたいです。うん。ということですね。面白いですね、ここも。やっぱこれも確実につながるね。サウスコースもありそう。ユルブルクリンクグランプリコースの一部にね、どうもつながりそうな場所があるんですよね。後から追加されたと思うんです。グランプリコースっていうのはグランツーリスモ7の最初からあって、スプリントコースっていうのも追加されました。それとはね、もう一個なんかね、あるっぽいんですよね。コース図見てもあるし、でもね、レイアウト名がわかんない。なんか、ちんぷんかんぷんなこと言ってちゃ、あれなんて言いませんけど。これが、こうやってね、こっちを行くパターンもあります。とにかく、この辺が、難所。走り屋でもあるんで、その辺も言いながら、これを次の、ここをですね、右に行くのがスプリントコースです。これを行ったらスプリントコースで、
結構終盤の方に帰ってきます、ね、とにかくねあの辺一つまた調べてたら思い出した、ミハエル・シューマッハ S の先に出ます。これはこれですね、よく見たら本当だ、道がある。これこのレイアウト追加されてほしいんですよ。もう今も結構登ったでしょ。なんか面白そうね、うん、登りながらすごいくねくねと右峠みたいなやつをやるんです。ここです、うん、これをね、そこがちょっとつながるって感じです、うん、すごい下に下ってるんです、うん、右峠だ、楽しい。だいぶちっちゃい構成ですね。右峠だ、砂地の多い感じになってくる、この辺です。なんかいろいろ本当でかいコースだからいろいろありそうですね。まあもう本当あれピットクルーじゃないですけど、コースの係員用の道なのか何なのかいろいろあります、うん、広場ですね。たっ覚えました。ここがミハエル・シューマッハ S っていうみたいですね、うん、ここすごいです。ここからもう結構スピード乗ってるんです。ここもうすぐ、これねえ登ってこれしかもめっちゃ登るでしょ、ね、これはね、これは今だいぶテンション上がってますすげえ速いんですよ、ね、ダウンフォースの効く車、ここノーブレーキです。ノーブレーキでここあっこのマーカーの方までもう向かっていっちゃうんです、うん、そこからもうこうこれですって、うん、面白そうですね。じゃあまたフォトモードで見てみましょう、はい、ねえあっこん絶対つながるわ。うわーいいな、これはスプリントですスプリントって上半分ですかみたいね。ここですね皆さん、私が見つめる先にはなんともまあ面白そうな、ほらすごいアップダウンがあるところがあります。これは面白そうです。下って左に行く感じかな。どっち周りに回るか知りませんけど、右からこう右に曲がって登ってこうなのかもしれません、うん、左に曲がる感じでしょうね。こうこっちに行くとしたらこうですね。おーで繋がる感じ、もう全部見渡せる感じ、ね、これは面白そう。道幅も減って、うん、ここで何かこの追加された部分が肝になるっぽいですね。この熱いバトルが展開されそうです、ね、ミハエル・シューマッハ S を抜けたと思いきや、スピードに乗ると思いきやすぐこっちに行くと先ほどのところに繋がるみたいですね。うん、わすごいね。これ、うん、このなんだろうな、順位とか各種インフォメーションの看板というか何かをね目印にしたりして、何かいい感じで攻略させてほしいですね。いつの日か、うん。っていうのが。ニュルブルクリンクはこまめにレイアウトが追加されてるんですよ。グランツーリスモが発売されてから、うん、だからこれ来たらいいなと思ってます、うん、追加されるかもしれないコースについてあれこれ述べてきたわけですけど、いろいろありそうで、この中の何かしらは来そうな気がするんですよね。いつか来るかもしれないね、うん、もしかしたら全部そしたらねまたずっと遊べますねこのゲームは、うん、グランツーリスモに期待です。もしかしたら他にもあるかもしれないのでまた調べてみるかもしれません、うん、そういったのがまたありましたらこういった動画出しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとう、ありがとうございますあと今後結構来るのが現実的なんじゃないかとか、他にも動画ありますので、ね、次6月ぐらいもしかしたら来るんじゃないかとかいろいろ上げてますので、そちらもぜひ見てください。今回はレイアウトそうではないけど、うん、こんなレイアウトもあるよ紹介でした、うん、レイアウトどころか新規サーキットが来るかもしれない、しかもマジで来るかもしれないという動画がそう出てるんです。それもね、うん、予想ですけどね、うん、見とくといいでしょうね。
とかちょっと話題になってるやつとかもありますね、うん、グランツーリスモ、いろんなことが起こって面白いゲームです。これからも一緒に楽しんでいきましょう。ここまでお届けしてまいりましたのはエクストリームアーティストのラブリエとモラでした。また会いましょう。 See you next time。 動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。